TKO です。イエイ、よろしくお願いします。今日のゲストはこちらの方です。どうも、放送作家の鈴木さんです。よろしくお願いします。お願いします。すいません、そうで何よりです。なんか落ち着いて言われてください、はい、恥ずかしいから。いや、はい、すいません、今日ありがとうございます、はい、お忙しい中、はい、はい、初めてじゃないですか、なんかおさむさんとこうやって、まあ、そうですね、ラジオで来てもらったとか、まあ、ラジオではあるんです、うん、だからその時は他に演者さんがいますね。確かに3人でお話しするのは、はい、いやもうおさむさんとは本当こう、うん、本当お世話になってます。ないですよ、もう出会って30年ぐらい前じゃないですか。そうです、うん、最初はおさむさんという人が最初じゃなくて、いわゆる神から台本から始まってますからね、我々、はい、もうあのこのチャンネルでも話したことあるし、おさむさんのラジオでもその話したことありますが、はい、改めてですね、はい、はい、だから30年ぐらい前に僕たちが、ね、もう天国にいる南波さんが、ありがとう、なんですもう南波さんね、初出芸能にいる南波さんが、はい、はい、もう良い子の担当やったんですね。そうです、良い子、もうだからめちゃイケからもずっと出てたりとかして、もう良い子といえば南波さんみたいなね、うん、そのマネージャーさんがいてて、はい、次にまあ TKO も東京で単独ライブ初めてやろうよって言って、初めて僕たちが、22、3の時に、はい、やるってなった時に、それももう一つ初めてなのが、構成作家さん、いわゆる作家さんに、コントの台本一本書いてもらうからって言われてね。そう、僕らは自分らでネタ作ってたんやけど、うん、なんかうわ東京っぽいなというか、そう、あ、なんかそういう作家さんがつくんや、俺らも売れる、なんかレール乗ったなみたいな、あって、ありました。ただ僕らはちょっと痛かったから、何、自分たちのやってることがあかんのって言われてるの、うん、と思った部分もあって、うん、で、台本がこれ鈴木おさむさんっていう方が書いた台本だって言って渡されてるな。だから良い子と当時は仲が良かったというか、一緒にスタート、うん、一番最初に仲良くなった芸能人ですもんね。え、そうですよね、そうですか、うん、まあ同じ年っていうのもあって、うん、今イケイケの作家がおるから言って届いたんですよ、うん、台本が、うん、もうほんまに当時のことなんで、僕は20歳とか、うん、22、23じゃないですか、23か、はい、なので最初パッと見た時になんかもうとんがってたし、とんがってるのがかっこいいと思ってたし、うん、もう中はほぼ見ずにやらん今思えばほんまとんでもないこと言ってるんやけど、はい、ひどい本当そうだね、当時尖っててね、ほんまひどい、もう気狂って、ほんで俺ちょっとわかん、俺はもう自分でやるから、やらないやらないって言って突っぱねたんですよ。そうなんですよ、うん、ほんで当日その東京の劇場で、単独ライブやるときにおさむさん来てはって、おさむさんからしたら自分らの書いたネタをどうやんねやろ、うん、ティーキーみたいな感じですよね、ほら、うん、やらんかってんその時どう思われてたんですか、客席で、あれ書いてなんかね、南波さんがいろいろ言い訳してた気がします、やらなかった理由なるほどなるほど、なんかいろんな理由を南波さんなりに言ってたけど、なんかこの人おかしいなって思ってそうかそうか、うん、そういう前振りがあったから、はい、っていうところから、あ、まあ、仲良くさせてもらって、まあ、それが後にね、良い子を通じて、そうですね、のでも一回その後に、はい、千佐さんってね、今のデンナーっていう、はい、鶴さん、ね、はい、社長さんやられてる千佐さんが良い子ライブをやるっていう、その時に TKO を呼んで、うん、4人でやりましたよね、はい、そうです、うん、その時が初めてですね、それがあのいわゆる再会になるんですけど、うん、すね、僕らからしたら随分なんかもう牙も抜けてねあの時には牙抜けて、牙とかじゃなくて、もう本当にあの永久歯抜けた感じなんですよ、ボロボロやったんですよ、あんまり自分で抜いたもんな、だからあれだけ、見え切ってなんかやらないって言って、それが鈴木おさむさんじゃなくても何々さんでも、僕ら同じことしてた痛さやったと思うんですけど、そっからだからずーっとお会いしてなくて、何年か経ってその良い子ライブで、そうですね、はい、うん、お呼んでいただいて、はい、もうめちゃイケがぐわーってもうなりきってる状態ですよ、なり始めに、うん、そうですね、はい、そうですね、はい、いやそれからちょくちょくとそんなことあった2人にもかかわらず呼んでくれてるということで、うんうん、進むわけですけど、
一回ね、その覚えてますか、おさむさん、まあ、今回ちょっと胸熱ということでいろいろと胸熱なトークしたいんですけど、僕から一個おさむさんに胸熱トークあるんですよ。何ですか？あのレッドカーペットちょこちょこ出てる時に、はい、中目黒で、はい、焼き鳥屋でお会いしたん覚えてます？覚えてる、覚えてます、うん、女の子と二人ででしょ、当時の彼女と。彼女じゃないでしょ。おい。彼女言ってるやん。彼女じゃない。覚えてるよ。あの大島さんと、うん、そうガッと入ったらいたんや、うん、俺らそんなに前言うても大島さんと今ほどが喋れる感じじゃないし、うんうん、緊張する状況、うわ大島さんやみたいな、うん、その時に個室入った奥の、うん、で、あ、二人おるわ、おはようございます言って、うわもう食べてても気が気じゃないというか、なんか挨拶行かなあかんのかなとか思いながら、ほんでそれ食べ終わってちょろちょろ見てんのよ、こう、あ、まだいてはるわ、で帰ってから俺帰ろうみたいな、ほんで帰らはったし、あ、帰ろうなんで挨拶行かへんねんほんで帰らはったし、帰ろうと思って精算しよう思ったら、お、あ、おさむさんが、あ、払って帰られました。出たー、これやられたわけですよ、最高のかっこいいやつ、うん、いやこれ嬉しいと思って後におさむさんと会って、この前ごちそうさまでした、ありがとうございます言うたら、これがすごい言葉やってんけど、うん、覚えてないですよね。覚えてない。浜口さんの知り合いの人は俺全員面倒を見るからって言った、うん、うおー、俺ちょっとまだ俺その中身を聞けてないというか、あ、でも本当に そんな感じです。俺これどういうことですか。いや、なんかその良い子と、うん、良い子と僕一番最初21歳で知り合って、はいはい、で日本放送でラジオをやると、うん、良い子が、うん、でオレンジ日本のオーディションをやるって言ってね、うん、はい、その2部を1回やるためのオーディションですよ。おお、したらそう落ちたんですよ、良い子、一緒に作ったんですね、はいはい、一緒に作ったんだけど落ちて、うん、そしたら当時の神田さんというディレクターが、うん、ちょっとも悔しいから、うん、良い子と毎週会ってオーディションテープ作ろうよ、うん、って言って、お互いお金にならないのに毎週こう会ってオーディションテープ作ってたんですね、うん、そしたらその間すごい仲良くなって、うん、なるほど、ですごい仲良くなって後にそれが特殊につながるんだけど、そっからだから良い子とはライブもやって、そのだから良い子は一番最初に仲良くなった特に浜口さんは友達だし、でそっから僕の人生を変えてくれた、だから良い子がいたから僕はめちゃくちゃやってるわけだし、うん、と思って、でしかも一番松竹芸能がひどい時があったんですよ。あ、一番ちっちゃくて、はいはい、もう浜口さんがめちゃイケで有名な松竹芸能の泥船だ発言をした時があったんですよここは泥船、沈む船だって言った時があって、本当にあのテーブル一つぐらいしかない時期ですよね、うん、すごかったです、もう本当いろんなタレントが抜けちゃったりしていなくなっちゃうんじゃないかっていう時に、はいはいはい、僕は松竹芸能でお仕事をしてたんですけど、うんうんうん、時にもなんていうのかな、すごい、うん、まあ、社員の人も含めて社長さんも含めてすごいもう膝つき合わせてる感じだったんですよ、はいはい、だからなんかね、その松竹芸能の所属の人たちはすごいなんて本当弟というか花江さん可愛がってるからって思ってたんですね。なるほど、うん、だから僕と浜口さんの関係を知ってたおさむさんは、うん、あ、じゃあちょっと払っとこうかということで、これなんか吉本とかだったらしないんですけど、うん、でも本当になんかこう浜口さんに対してっていう、まあ良い子ですね、うん、本当に感謝してるんで、うん、いや俺だってそんなめちゃイケで一緒に仕事してるとしか知らんやん、うん、なんで浜口さんなんやろ、なんで有野さんちゃうんやろとか思いながら、そうだけどそのライブとかで、うん、おさむさんと良い子の雰囲気見てたら異常に仲いい、うん、仲良かった、昔の高校の時の友達みたいな、ね、そう、同級生みたいな同窓生みたいな感じで、この関係って一つの番組やってるだけではこうならんよなっていう思ってたんですけど、うん、そういうことやったんですね。そうです、なるほど、だからそのお金にならないことに向かってやってたんで、うん、すごい仲良くなったんですよね。大事だから胸厚していいですか、一個ぜひ、お願いします。良い子が、うん、まあ、そうやって仕事してね、はい、最初ライブ一緒にやってるじゃないですか、うん、でなんか自然とめちゃイケが始まってからライブやんなくなったんですよ、はいはい、ライブやんなくなったから前みたいにしょっちゅう良い子と会う機会も少なくなってて、うん、スケジュールめちゃイケって、火水かな、うん、取られてたんですけど、実質良い子が呼ばれるのって月に1回とかだったんですよね、はい、
で、そうで、売りなりも入ってたんですよ、うん、いうこと売りなりも入ってたんだけど、うん、なんか選挙で有野さんクビになるみたいな時があったんですよ、うん、ありましたね、はい、っていうのもあって、実質売りなりとめちゃいけでスケジュールを抑えられてるんだけど、稼働、良いことして稼働してるのがもうね、数日っていう時があったんですよ、はいはいはい、そこにすぐいろんな若手が出てきて、で良いことしての活動があまりにもない時期があったんですよ、うんうん、で、仕事も正直そんなない、うん、っていう時期に僕がもう一回ライブやりませんかつって声をかけて、はい、でその間にもうライブで結構ネタ作ってたんですよ、うん、前はね、うん、なんでまず今までのベストライブみたいなのを月一でやりましょう、うんうんはいはい、で月一でもう安くして、うん、もうコントの感覚を思い出そうって、はいはい、それで本当に僕も結構忙しかったんですけど、うん、でももう一回ちゃんと優子と膝つき合わせてやろうって、はい、でやったんですよ、うん、でやっててやってて、したらだんだんまたコントが面白くなってきたんですよね、はい、でやっぱり久々に再開した時に客入んなくなったんですよ、はい、で最初のドブクスリをやってた頃とかっていうのは勢いでわーっと入るじゃないですか、うんうん、だけどしばらくやらないと客が逃げちゃって、はい、もう客が入んなくなったってことを知るところから始まって、はいはいはい、でももう一回ライブやったらやっぱ良い子のコントって独特で面白いよねってお客さんが入るようになってきた時に、うんはい、その頃品川庄司とかがバッと売れてきてて、はいとか、まあ、ココリコも僕ここでやってるんですけど、うん、当時なんか変なプライドで、みんな冠番組持ちたいから、はい、後輩の番組にはあんま出ないみたいな、ほあったんですか、なんかね、うん、まだ今はもう出るのは当たり前なんだけど、うんうん、まだプライド持ってるから自分らの冠番組やりたいから、うん、後輩の番組にはみたいな感じの空気あったんですよ、全体的に、はいはいはい、あった時に、うん、僕が黄金伝説をやってる時にとにかくスケジュールあるんですよ、うん、浜口さんもあるんですよ、うんうんうん、で僕に浜口さんを会うだと思ったんですよ、うん、黄金伝説に、はい、だめっちゃスケジュール食うけど来た、はい、後輩の番組でしょ、はい、後輩の番組に言ったらここでこうより体を張って頑張らなきゃいけないわけですから、うん、そうです、見方によってはちょっ と、ランクダウンしたっていうふうに見る人も、うんうんいなくはないよね、うんはいはい、でそこのプライドが当然みんなあって、はい、浜口さんが出るっていうからそしたらテレ朝のプロデューサーも浜口いいじゃんって言って、うんうん、そこから体を張ってせんべい千枚食うとか、はい、いやーそっか始まるだけだ過酷なロケをめっちゃやって、はいはい、それがその後に1万円生活、はい、1ヶ月1万円生活につながって浜口さんが取ったと、うん、で、うん、なるところにつながった、はあ、だからあの時にそうそう階段を1回降りませんかとそうか、うん、後輩の番組に出ませんかと、うんうんまあ、当時は良い子から どうやったんですかね浜口さんからしたら嫌は嫌やったんでしょうねうん、やっぱみんな冠目指したいとかもちろん空気があったからそうそうそうだから冠目指したいとか思いがあったけどだけどあの時にねそれを言って浜口さんが分かったって言ってくれてそこですねうんそうな今の時代ってその一番羨ましいって思うのは、うん、この、まあ業界の中で自分の椅子をちゃんと確保してることのこと、うん、人を一番羨ましいと思うじゃないですか、うん、それ MC の人もいれば、うん、スタジオですごいじゃないですか、うん、だけど例えばロケとなると本当にとんでもない1ヶ月まるまる行くっていうことをやるわけですよね、うん、だけどそれって逆に言うとスタジオにいるよりも1時間自分が出ることになるわけですよね本当ですねあそう、はい、ワイプよりも自分が主役はい、でこれ実は同じことを高俊にも言ったことがあって、はい、高俊がぽわってブレイクし始めた時に、うん、やっぱマネージャーは1週間あったらめちゃくちゃ本数入れたがるんですよ、はい、だけどもう高俊と話して、うん、これもマネージャーにも言おうと、うん、本数を入れるのは分かるけど、うん、黄金伝説に1週間スケジュールを渡したら、うん、例えば20本出れるかもしれない、うん、だけど自分たちだけで1時間放送が埋まると、うんそうなった時にそれが視聴率が良ければ一気に階段上がれるから言ってだからスタジオで20本出るのも大事かもしれないけど今声かかってるから1週間まるまるスケジュール厳しいそれもせんべいを1000枚食うってところから始まるんですけどね高俊もそうだけど高俊はそっちをちゃんと自分たちでチョイスをしてでマネージャーと話して
行って、それで私もダーンって数字よくて、それで帰れませんとか、はい、そのそうか、言ったら同じチームだったんで、テレ朝で番組が増えてったっていう、確かに、うん、だから当時羨ましかったよな。やっぱり僕ら後輩として見てたのは、良、うん、い子がお城があるっていう、うん、自分たちがどっかいろいろ行っても戻れる場所があるっていうめちゃイケがあって、うん、そっからもう一個黄金伝説って、あ、もう一個お城作っていくんやというか、もう自分のものにしましたもんね、浜口さん。だから、あれでまたね、結局有野さんも出てきて、二人で行ったりとかして、うん、だから、それしかも有野さんはその後ゲームセンター6とか始まってね、はい、でもその中で、やっぱこう、いろいろめちゃイケに対しての思いも絶対あったはずなんですよ、はいはい、だけど、自分が頑張れるところがあると、うん、もうちょっと全体俯瞰で見れたり、うん、余裕が出てくるから、はい、うん、あれでだいぶ変わったのかなって思って、あ、だからそういう風に話聞くと、僕ら自分たちに今度落とし込むと、本当に人の言うことに乗っからずに来た、うんこのお前な、うん、そこが一番僕らの、悪い意味での特徴で、いや、これね、うん、オサムさんがまあちょっと、うん、休憩っていうんですか、引退じゃないんでしょ、今回の。休憩じゃないですよ、辞めますよ。もう辞めるんですか。引退っていうのも違うんですけど、放送作家と脚本家を辞めるっていう肩書きをもう外すってことですよね。そうです、もう辞めます。あの、田舎暮らしするっていうことではないですよね。そうじゃないです、新しいことをするんですけど、うん、まあ、若手の応援としか今は言わないんですけど、はい、でも、本当にこの世界じゃない仕事というか、うん、まあ、ただ自分の能力は今まで培ってきたことは移植できるかもなっていう感じですけど、でもそういうことをやりたいなと思っていて、うん、でもやめますね。これ僕もニュースで見た時に、まあ、焦ったっていうか悲しいし、まあ、同い年っていうのもあって一緒にやらせてもらってて、うん、ちょっと寂しくもなったんですよ。あ、テレビからちょっと他のことやり始める、うん、今でもそのほらテレビが結構50代のクリエイターも含めて結構しんどいじゃないですか、うん、だからテレビ作ってる人とか放送作家ってめっちゃ優秀だと思うんですよ。俺もっといろんなことやったらいいのにと思ってるんですよ、うん、だから僕が自分が舞台やったりとか脚本やるときに必ず放送作家の鈴木おさむが脚本をやったり小説を書いたり、それはその分野の特化してる人には負けるけど、うん、放送作家だから書けるものがあると思ってないんですけど、うん、だから僕はそれを放送作家と思ってやることによって、例えばその後輩とかそういう人たちの選択肢が増えたらいいなと本気で思ってるんですけど、うん、でもここでまあ50になったし、で、まあ、こうスマップがいなくなってスイッチがね、うん、とかっていろいろある理由もあるんですけど、うん、でも自分が50で今からまた新しいことやれば間に合うかもしれないし、うん、それがうまくいけば今の50代の人たちに対してのなんていうの、光を灯せるというか、こうやり方あるんだとか、うん、そういうことができるかなと思ってるんですね。うん、50って1個のラインなんですかね。ラインだと思います。もともと50になったらやめようと思ったんですけど、コロナがあったりとかしたんで、ですけど、で、コロナ禍が落ち着いてきて、ああ、今チャンスだなと思って、ふと。チャンス、うん、だから、思って。おさむさんのニュース見たときに、ああ、新しいこと始めはるんやって思ったんで、あ、じゃあ自分らに置き換えた時に、まあ僕ら、新しいことじゃないけどもう一回頑張り直すっていう、うん、スタートやったんで、うん、すごい、あ、50代でも OK なんや初めてっていうふうに思えたんです。確認できたよね。でも50代で経験値と頭脳もついてきてるから、うんうん、さ、だからなんかやれんじゃないかな、はい。いや、だからタムケンもね、50から海外行ってとか、うん、なんか勇気もらってる中で、僕らも50超えて、うん、メロンジェラなった時にコントツアー回って、来年のキングオブコント、もう明確に優勝しようと、うん、おー、いいですね、いうのを掲げて、うん、もう回ってるんですけど、だからネタを今、一本でも多く、うん、ないとあかん状況なんで、うん、リベンジとして、うん、お願いしていいですか。何でお願いしてコントですか。あれはやってない。YouTube は書いてないの。YouTube はやってないんですか、コントは。YouTube は、やってたんですけど、過去ネタをまず上げてたんですね。はい、でも、新ネタできたら、今、全国ツアーの方でやらないとなんで、新ネタは出せない。じゃあ、YouTube 用のコント作るかって言ったら、なかなか時間が厳しくてっていうところで、だから YouTube 用のコントだったらいいですけど、僕あのスクールゾーンっているじゃないですか、はいはい、スクールゾーンってすごい面白いなと思って、はいはい、のぞき見シネマ、はいはい、で
スクールゾーンと会った時に俺スクールゾーンに書きたいと思ってスクールゾーンの YouTube に一本ポンと書いたんですよ。女風って女性風俗の話、うん、はい、ちゃんと取材して、はい、女性風俗の人を取材して書いて、はい、で結果それがきっかけになってこの間鳥居みゆきとスクールゾーンであの、はい、1時間のお芝居もやったんだけど、うんうん、あのステージでやるコントっていうと、うん、なんていうのあれだけどその2人の芝居力を生かして YouTube のもう簡単に撮れるものにするんで、マジっすか、 YouTube で作れるものをコントにして、まあ、ドラマチックなコントにしてそれが良ければ、はい、あのステージのコントにしたらいいじゃないですか。え、なんかステージのコントよりこの、うん、なんかそこのこの中でのコントの方がいい気がしますけどね。ですか、うん、え、通ったえ、勇気出して言うと、いや俺何言い出すねん、アホかで終わらさんとあかんくだりやなと思って言うたら、ほんまですか、ほんとは、あー面白そうだねほんまですか、うん、結構この年相応の、はい、なるほど、年相応の、うん、はい、例えばあの田舎のおじさん同士の同窓会で、はい、もうあればっかりあれ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 で妙に通じるとかいや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 、うん、そういうの面白いですね、はいはいはい、そういや実際そうなってきてますから、はい、コントずっと書いてストックしてるんですか。あの企画も全部です、ドラマ企画も何も全部パッと思いついたら全部メモるんですよ。ここに胸安トーク、胸安トーク、あと2つあるいいですか、聞いてちょっと、はい、持ってきたんですちゃんと、ありがとうございます、いいですか、マジですか、ありがとうございます、ありがとうございます。あの1個は今田耕司さんと舞台出ていただいたじゃないですか、はい、今田耕司さんともう9本ぐらいかな、もう十何年、大体2年に1回3年に1回お芝居が出していただいたんですね、はいはい、2011年に3月に本当はやる予定だった、NG ワードライフっていう舞台があって、それ今田さんと宮川大輔さん、震災の翌週公演だったんですよ、はい、で、3月11日に震災が起きて当然その日の稽古中止になって、はい、翌週からが本番だったのかな、お確かで月曜日にみんなで集まって稽古をやろうってことになったんですよ、はい、で俺がこれやるのって話になって、うん、でもとりあえず行ったらテレビ東京借りてやってたのかな、稽古したらすっごい余震がでかいの来たんですよ、うん、したらやっぱスタッフもきついと、うんうん、やっぱこれちょっと東京にいるのもとか、うん、いろいろきついってなって、じゃあやっぱ中止しようってなって中止することになったんですよ、うん、で中止することになって、でもみんなスケジュールあるじゃないですか、うん、週末に、はい、で今田さんがもったいない、なんかできないかなって言ったら、じゃあチャリティーやろうっつって、うんうん、で急に、その本田劇場ばらして下北沢のタウンホールかな、はい、2日間借りて、はい、今田さんと大輔さんが気になっていろんな人に来てもらって、うん、物を売ろうと、うん、でそれを募金しようって話になったんですよ、うんうんうん、で空手家の入江に今田さんが電話して、うん、入江も賛同してもらって、入江とか今田さんとかもうみんな俺も含めてですけどいろんな人に連絡して来てもらったんですよ、うん、でいろんな人に来てもらってそこだったんですよ、大輔さんが声をかけた長澤まさみさんとか急に来たりとか、もう本当にいきなりいろんなタレントさんが来て、とかスポーツ選手が来て、澤さん、澤丸さん、澤、はいはい、さんの持ってきたスパイクをその場で値付けして入りが1万円っつって値付けして1万円で売ったんですよ、うん、でその後になでしこ優勝するんです、うん、あ、うん、あ、そういう順番ですか、その前だった、はいはいはい、すげー、前にサザン来てでその後に優勝するから、うわーみたいな、あの1万円のスパイクがみたいな、はいはい、なった時にファンキーモンキーベイビーズの加藤君が、はい、事務所からは外に出るなと言われてた、うん、だけどそのチャリティーのことを聞いてパッて来た時に本当は行くな、外出ちゃいけないって言われたんですけど、うん、いや自分が黙ってられませんでしたっつって物を売ってきたんですよ、ああ、はあ、っていうのがあって、鈴木圭司選手って柔道の、はい、今あの監督やってるんですけど柔道のユニフォームを持ってきたんですよ、うおーすごっ、ユニフォームを持ってきてそこに日の丸入ってるんですよ、自分が本当に着てたやつなんです、うわでそれで持ってきてうわーって湧いて、はい、で今田さんが「えこれ売っていいんですか？」うん、って言った時に鈴木圭司選手
日本のためですから。うわー、くるー。日の丸ついてるやつだね。うわー、これや。すごいっすよね。かっこいい。その時にみんながうわーっと熱くなって、なんかうわーっと熱くなったのを覚えてるんですけど、そこに山本太郎さんもいらっしゃってて、はい、まだ政治家になる前なんですが、山本太郎さんですね、自分の使ってた超長いロングのサーフボードを持ってきて、うん、最後まで売れなかったです。一番重たいのに。で、追っかけて売りつけようって。じゃあ言わんといたってください。でもね、その気持ちが嬉しいですよね。ね、あの後に政治家になるんですけどね。なるほど。そうですね。へえ、そんなこともあったというね。まあ、あの時はでもみんながね、なんか今その一体感、一体感になりました。嬉しいもあったし。そうですね。ご多分ご存知と思いますけど、もともとスマスマを立ち上げた新井さん、新井さん、ね、フジテレビの、はいね、はい、新井さんが、はい、結構あの頃だから飛鳥さんとかあれフジテレビの番組でね、ネタ番組とかでもうみんながこれから来そうな人っていうのをすごいバーって目つけてね、だから、はい、新井さんはそれこそ何々とか、はい、いう、こう極楽とも大橋とかあるんですけど、結構新井さんに、そうです、ね、僕らはココリコを新井さんに可愛がってもらいます。一番最初は同じくその後にめちゃイケになっていく前身の新しい波ってやつに新井さんに呼んでいただいたっていう経緯はあります、うん、はい、そうですよね、はい、だからあの新井藩というふうにあったんですよね、はい、でそんな新井さんのお話なんですけど、うわ、はい、僕がスマップスマップに入って、僕23歳に始まったのね番組が、うん、で、ブレイクして、でそこからなぜかすごく新井さんが僕のことめっちゃ買ってくれて応援してくれてたんですよ、はい、で応援してくれてて、だから本当に最初僕6番目の作家で入ったんですけど、もう最初の頃からすごい僕に期待してくれて、僕の本ばっかり取るようになって、うんうん、ですごかったんですよ。で 2,3 年経った時に新井さんが会議終わった後に、おさんちょっといいかなって言われたんですよ。したら新井さんが当時奥様がいてですね、うん、その奥さんが癌になったと、うん、で再発したっていうんですよ、うん、で再発してもしかしたらその余命が2年とか言われてるって言って、うん、自分の中で悩んでるって言うんですよ。それが、このまま番組を続けるべきか、うん、それとも、休んでずっと一緒にいるべきか、で当時新井さんって笑っていいともを立て直した人ですね、はい、笑っていいともが一回わーって数字が下がった時に、そこに新井さんになって、中井くんとか慎吾とか剛入れたりとか、はい、こういいともをもう一回リニューアルしてうわーって握りして、すっごいもう一回すごい数字が上がった時 でいいとも毎日行ってる、スマスマもやってる、深夜番組もやってる、で編集も自分で撮影もして編集もしてってすっごいスケジュールだったんです。でその時に自分で休むべきかって言ってきたんです、うん、で僕は、まあ、ある意味痛いじゃないですか、うん、で結婚もしてないから、うん、いやもう新井さんってその気持ちは分かりますけど、うん、新井さんがいなくなったら成立しないですよ、うん、だからこのやりながらやればいいじゃないですか、うん、って言ったんです、うん、やりながらやればいいじゃないですかって言って、そうだね分かったって言ってしばらく考えてみるって言って、うん、で新井さんが僕以外に言わなかったんですよ、そのことを、うん、ほう、僕以外に言わなくて、うん、その下にも信頼しているもちろんディレクターもいたんですけど、うん、で結果スマップのマネージャーさんにだけどっかで言ってたのかな、メーカーかかるって言って、うん、あとタムさんのマネージャーも言ってて、それ以外に本当に言わなくて、で数週間経ったらおさむの言った通り僕はやっぱりこう働きながら頑張るよ、うん、なぜなら笑うことが癌の免疫になるって医者に言われたと、うんうん、だから俺はで奥さんも笑っていいとも好きだし、うん、そのまま好きだから俺は頑張るよって言って、うん、そうですか頑張ってくださいみたいな感じだったんですね、うん、でずっとやり続けて、である時、中井君が司会してる境界線クイズっていうのがあって、うん、でどっからが女性かみたいな、はい、で20代と40代の境界線みたいな、まあ、今なかなかできないですけど、うん、そのことをやってる番組で会議でカツラの境界線やろうって話になったんですよ。カツラの境界線でどっからがカツラかっていうのを見抜くやろうっつって会議でえらい盛り上がってたんですよ、うん、したらそれを新井さんがプロデューサーだったんですけど、ダメだっつって、うん、やらないっつって、うん、ダメっつって、でディレクターも食い下がっていいじゃないですか、うん、っ
言って、うん、でアレフがもう絶対ダメってしか言わないんですよ、うん、したらそのディレクターも理由知らないから、いや原さんカツラなんじゃないかみたいな、うん、だから嫌がってんじゃないかって言ったんですけど、荒井さんが俺だけに、まあ、妻が病院に行ってるとやっぱ抗がん剤とか放射線治療でウィッグをしてる人がいると、で奥さんもそうかもしれなかったし、奥さんの周りにそういう人がいてこれを見たら悲しむ、すっごい勝手だけど、やっぱ自分のやってるものが自分の近くの人を悲しませるの俺は嫌だからやらないって俺には言ってます、だけどそれは理由を言えなかったんですよね。でそこからしばらく時間が経ってて、でもなんかすごい後で聞くと、もう本当にいいとも朝行くのにその前にいい漢方があるっていうのが並んだりとか、すごいめちゃくちゃやってたらしいんですけど、でもそんなこんなで荒井さんが何も言わなくなったんですよね。で何も言わなくなって2年間ぐらい経ったんですよ。2年間ぐらい経ってで普通にこう過ごしていたんですよ。そしたら、毎週金曜日にその時僕の会議があって、それをやらないと次の人に間に合わないっていう会議だったんですけど、荒井さんが今日病院来てくんないって言われて、あいいっすよっつって、で夜病院行ったんですよ、はい、で夜の7時か8時ぐらいだったかな、で、ま、もう待合室に人いなくて会議したんですよ、うん、で僕はいつも通りにうわーって言って、荒井さんが笑いながら、いいねおさむ、それ面白いねっつってわーってメモって、うん、じゃあこれフジテレビ持ってってくれる、うん、あ分かりました行ってきますって言ったら、うん、ちょっと奥さんに会ってってもらっていいかなって言われたんですよ、うんうん、で、あ、おはようございますって言って病室行ったら、うん、危篤状態だったんです。翌日亡くなられるんですけど、もう本当の危篤状態で、うん、危篤状態だけどそこで自分がやらないともう回らなかったんですよ、はい、で僕を病院に呼んだけど、僕にそのことを先に言うと、うん、気を使うから何も言わずに、僕に何にも言わずにいつものように僕を調子に乗らせて、面白いね面白いねって言ったんですけど、もうだから会議してる時にいつ呼ばれてもいいような状態で、だから奥さんも意識がなくてすごいいろんなチューブ管があったんですけど、その時に荒井さんがその奥さんに向かって、今おさむと会議したからねっつって、うん、また面白いコント作ったからねって言うんですよ。で言ってくれて、だからまた見てねって言うんですけど、で反応がなくて、うん、それで僕そっから冬だったんですけど帰った時に、病院から出ながらめっちゃ泣いたんです、うん、その泣いた理由が、そんなことも知らないであの時に無責任にやりながら奥さんの面倒を見りゃいいじゃないですかって言った、うん、俺ほんとバカだと思って、もうあれさ、もう俺らには言わなかっただけでとんでもなく大変な毎日を生きてたんですね。でバラエティを作りながら大切な人を死に向かっていくっていう状況、うん、しかもいいとももやってたしっていう状況でやってたっていうのがあって、はい、僕はなのに、でも今思うと荒井さんはわざと僕に聞いたんじゃないかな。なるほど、うん、答えが分かってて、もしかしたら僕に聞いて、うん、聞くことによって、うん、それを言うじゃないか、はい、って思って聞いたんじゃ、これは僕の予測ですよ、はい、っていうふうに思ってたっていうのがあるんですけど、うん、で翌日亡くなられたっていうのがあって、でその時にタモリさんがタモリクラブを撮ってたらしいんですよ、うん、だけどもうダメかもって連絡が入った時にマネージャーさんが仕切ってタモリさん病院の前で待ってたらしいんですよね、で亡くなられたっていう時にタモさんが一番最初に入っていって荒井さんに頑張ったなって言ったっていう、うん、うん、うわっていう話ですね。で荒井さんは葬式を終えてそのまま編集室来るんですよ、はい、自分が編集しないといけないから、はい、で編集した時にその時に木村拓哉がパラパラ踊るコントがあったんですけど、うん、よりにもよってというか、その日に木村拓哉が棺から出てきて鼻に詰まったガーゼをフッてやるコントが入ってたんですよ。で誰だこれ撮ったのみたいな笑いになもう笑いですね、笑いになるんですけど、そうですね、うん、でもなんかね、葬式した数日後にそれを、うんうん、なんか笑って入れなきゃいけないという、うん、
なんか初めてだから、うん、笑いを作る人の死みたいな、うん、はい、っていうのと向き合ったっていう、あ、すごい、話ですね。お笑いのど真ん中の人たちの話よな、うん、でやっぱりお笑いと死っていうのは正反対すぎて、こういうエピソードはやっぱ分厚いですね。うん、だからそれがだから26歳の時に初めて、うん、だから僕はそれを25、6で経験するんですけど、うん、25、6? そうです。うわへえ。いや、僕悔しかったんですから、病院出てなんてこと言うたんやろ、こんなこと気づかんかったってことですよね。そのあの時にいいじゃないですか両方やればって言ったことが、うん、俺なんてこと言っちゃったんだろうっていう、うん、なるほど。あともう一個は本当に原さん奥さんだけじゃなくて全国に自分の番組を見て、うん、自分がやってる番組を見て本当に楽しみでそれを笑ってる人がいて、でもその人が今日死ぬかもしれないんだなってことを本当に目の当たりにしたことっていうのがあるんですよね、はい、うんうん、ちょっと忘れが向こう側のね忘れがちですけど改めてってことですよね、うん、でもそれが20代の時に経験できたことはおさむさんにとってめちゃくちゃ大きかったですね。でかかった。それで、うん、自分が40になって、うん、僕ちゃんこ屋やってたんですよね、はいはい、でちゃんこ屋に僕その時おじゃまっぷって番組やってたんですよ、慎吾君っていろんなね、はい、結婚式行ったりサプライズ行ったりするんですけど、はいはい、その時にちゃんこ屋に手紙届いたんですよ、うん、で長野県に住んでる女性からの手紙で、要は鈴木おさむさんの番組をよく見ますと、でも今自分の思いをどこに言っていいかわからないので、おさむさんの店に送ってしまいましたって書いてあるんですよ。でそれが、うん、お子さんが、うん、3歳から4歳かな、で旦那さんがスノーボードの仕事をしてる人で、その奥様が癌になられて、で癌になって、でもう余命いくばくもないと言われているっていう状況で、うん、自分の何かを、うん、なんかこう残せないかと思って、おさむさんに手紙を書きましたって言って、うん、えって思って、でも人の死だから簡単じゃないじゃないですか、うんうん、だからやっぱりバラエティだから楽しくなきゃいけないけど、うん、でも人の死だからと思って、でももらったこともと思って一人で行ったんですよ、カメラ持って一人で行った、うん、はい、一人で行って、うん、でその人のところの、うん、春ぐらいだったけどものすごい雪だったんですけど、そこに長野県のすごい田舎町に行ったんですよね。で田舎町に行って、でその人のところに行ったら、うんうん、なんか旦那さんはなんかわざと出てこないみたいな感じだったんですけど、でもすごいスノーボードを仕事にしてたんですけど、奥さんが病気になられてからそのスノーボードをやめたと、うん、で奥さんからしたらその旦那さんが夢だったこともやめた、うん、っていうことが気になるしって、うん、で何より悔しいと、うんうん、で自分がこのまま死んでいくのは悔しい、うん、でそのスマップスマップという番組で、はい、一回デビュー20周年かなの時にシングルを全部やるっていうのをやったんですよ、生放送で。シングル曲を全部やるっていうのをやってすごい良かったんですよね、その放送が。でその放送をその人が見てて、この人たちがこんな頑張ってんだから私も頑張んなきゃいけないって思ったんですって、うん、であの番組に本当に勇気もらいましたって言って、で僕はこれを番組にできるかわからないし多分できないと思います、だけど今僕はカメラを回して、うん、今気持ちを聞きますって言って、うん、自分が生まれてから、うん、ずっと気持ちと病気になってからと思いを聞いて悔しいって言ったんですよ、それを1時間ぐらい聞いてありがとうございますって言って帰ったんですね。でスタッフに見せたんですけど、やるべきだって言った人もいたし、だけど、うん、簡単じゃないなと思ったんですよ、やっぱり、うんうん、で結局やらないってなったんですけど、うん、でもこの言葉を残してあげたいと思ってそれを頼んでちゃんと映像を編集してパッケージ DVD に焼いて、うん、でそこに手紙をつけて送ったんですよね、うんうん、その後どうなったかは分からないですけど、お姉様から
あの時の来ていただいて話せたことでっていうお手紙をもらって、うん、そうだからなんか僕らのこの仕事ってね、なんか本当にだからいつわかんないですよ、 YouTube とかこの YouTube もそうですけど、うん、いつ誰がどこで見てるかわからないって本当に思っていて、はい、確かに、うん、本当そうですね。ねえ、だからもしかしたら本当たまたま今日死のうと思った人がたまたま今日この話を聞いてる可能性だってあるじゃないですか、うん、そうだからね、なんか すごいこう、うん、発信するっていうことの意識をもっとね、油断しちゃいけないですね。そうですね、うん、本当油断しちゃいけないなってね。だってね、もしかしたら100再生しかしなかったとしても、その100再生の中にすごい気持ちで見てる人がいるかもしれないなって、ね、すごいだから本当にそれを思いました、うん、そこの責任はもう一回考えるとダメですね、うん、いやーすごい貴重な、うん、ね、胸熱いっぱいいただきました、うん、結構長い時間流させていただきました。これいやいや、わさわさ、これ最後なんですけど、これ毎回皆さんに聞いてるんですけど、はい、ちょっとあんまこっちこっぱずかしい質問ですけど、うん、夢これが夢叶ってるって言われたらそれまで、いやいやいや、夢は何かあります、夢、今後わさわさの夢、うーん、夢はまあ次やることが成功することかなっていう、楽しみ、まあ、若手のサポートっていう、次のやることがやっぱり成功したいっていうことだから思いますよ。だからああ俺ここから、ああ俺もここまでの感じで、で昔のことを10年後も昔こんなことやってたんだよつって懐かしいおじさんになっていくのか、うん、もう一発ここからちゃんと当てれるのかどうかっていう自分にとってのテストだなと思って今生きてる。なるほど、うわ、だから久々緊張しますけど、はあ、うん、緊張する。だからおさむさんを見とくにはちょっと面白いまたタイミングがやってきてるってことですよね。さよならじゃなくて、そうですね、はい、今、うん、来年だったらまた話しますけど、今もう次のことについて動いてるんですけど、うん、はい、うん、今までやってなかったことをやってるんですごい新鮮だし、うん、それでも協力してくれることに本当に感謝するし、うん、めちゃくちゃ楽しみです。いや、このタイミングでおさむさんと話してきてよかったら、うん、なんかもう一回こうエンジンかかったというか、うん、50から、うん、はい、もう一度僕らも再出発したいと思います。コントね書きますよ。ありがとうございます。もうこれはありがたい。 YouTube でのコント、とりあえずコントです、はい、それがうまくいけば舞台につながる、はい、あ、それはあの面白かったらやってもらって、はい、22歳の時あんなひどいことをしたのに書いていただいて本当すいません。助かります、ありがとうございます。本当ですよ。というわけで今日のゲスト、はい、鈴木おさむさんでした。ありがとうございました。クラウドファンディング始めました。始めました。47都道府県コントツアー、はい、回る TKO の活動資金をぜひご支援ください、はい、お願いします。詳しくは概要欄で、お願いします。お願いします。来てくださいじゃなくて、あの行きますって感じやな。はっきり言うね、これヤクザやん。はっきり言うな。新ネタで回りたいな。